ぱりライザはすごい子だわ。ライザが納品してくれたものなんだけど、あれを他の店に売り込んでみたわけよ。そしたら私の予想以上に評判良くてね、みんな大喜びよ。本当？よく問い合わせ来るよ。人気の証拠じゃない。あ、そうなんだ。みんな喜んでくれてるみたいでちょっと安心しました。村では需要あってもオートじゃ見向きもされないかもって心配してました。何言ってんのよ。商品に関しては田舎も都会も関係ないのよ。これはいい商品と思ったら喜んで飛びついてくるのが消費者なんだから。いいものを作ればどこでも売れる。勉強になります。例外はもちろんあるけど基本的にはそうよ。そんなわけだからこれからもどんどん作ってどんどん持ってきてね。どこに行くの？よーし、行くぞ。こんなのどうかな？何にしようかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。
しようか迷んじゃうな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。これでどうだ。いい感じ。さすが私。入れる場所は…さあ、何を入れよう。何をしようか悩んじゃうな。何入れよっかな。何を入れよう。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。どれにしようかな。こんな感じかな。うんうん、悪くないね。でね、その子がとっても勉強熱心な女の子でね、錬金術のことを勉強したいって言ってるの。すごいじゃない。それじゃあ将来のライザの弟子候補ね。だといいんだけど、あのくらいの子たちって将来なりたいものコロコロ変わるんだよ。まあいいんだけどね。どんなものか知ってもらえるだけでも私としては教える価値あるんだから。じゃなきゃ錬金術の存在を残すこともできないからね。そこまで考えてるなんてちょっと驚きました。なんだか本当に先生みたいだね。もう私の話はおしまい。クラウディアこそどうだったの。私ほらフルートとかあれからも練習してるんでしょ。よかったら吹いてみてよ。私久しぶりに聞きたい。クラウディアさん、フルートを吹けるんですか。私も聞いてみたいです。二人がそう言うなら。準備するからちょっと待っててね。クラウディア、3年前よりもっと上手くなったね。感動したわ。こんなに素敵なフルート初めて聞きました。ありがとう、ライザ、パトリツィアさん。
久しぶりに人前で吹いたからちょっと緊張しちゃった。私やっぱりクラウディアのフルート好きだな。もうそれくらいにして、顔が熱くなっちゃうから。お二人ともすごいですね。私は誰かに誇れるようなものなんて。え、パーティーだってすごいよ。貴族だし、いろいろできるし。それ、褒めてるんですか？ん？クラディア、どうしたの？別に何も。私、またバカなことを。クラウディア、どこか具合悪いのかな？少し前からちょっと様子がおかしいし。どこか行きてえのか？よし、行くぞ。ダメだよ、そんなに騒いだら迷惑になっちゃうでしょ。あ、いいんです、ライザさん、好きにさせてあげてください。でも迷惑じゃない？お友達が遊びに来ることはありますけど、みんなこんなに騒いだりしませんから。なんだか賑やかなこの感じがとても楽しいんです。遊び回って疲れちゃったみたい。もうはしゃぎすぎだよ。こんなに疲れるくらい楽しんでもらえたなら私も嬉しいです。何も遊ぶものがない退屈な部屋だけど、それでもいいならいつでも遊びに来てね。それなら今度はお泊まりさせてもらうのもいいかもしれないね。ごめんなさい、それはちょっとだよね、さすがに夜中までこんな騒がれたら。いえ、迷惑とかそういう理由ではなく、その離れがたくなってしまいそうだからです。一晩も一緒に過ごしたら今以上に楽しくて、朝が辛くなるような気がするし、さよならは寂しい気持ちじゃなくて楽しい気持ちでしたいから。その慰めてくれてるの？大丈夫よ、今は寂しい気持ちになってないから。でもありがとう、フィー、あなたはとっても優しい子ね。じゃないかな。どうですか？これは驚いた。想像以上だ。この短い間に一体何があったのかね。何がって言われてもな。遺跡でいろいろ新しい素材を見つけたからかな。まあ私も毎日頑張ってるってことです。まだまだ発展途上なので。なるほど、それは末恐ろしいな。今後も頼らせてもらうとしよう。はい、私にできることなら。
ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞー。